須の先、愛は、日本海軍の給油船、運送艦。同系艦はない。艦名は、千葉県房総半島南西端にある岬の名、東京湾の入り口にあたる。艦名は後に、須の先型給油艦一番艦に引き継がれた。1915年度計画の、指示期に続いて1916年度の84、艦隊計画により、横須賀交渉で建造された。 指示器より、艦型を拡大して、石油搭載量を7割増し、また艦隊随伴が可能なよう速力を14ノットに向上させている。1917年1月13日に製造の訓令が出され、4月4日、須野崎と命名、11月29日寄港、翌1918年6月22日浸水、9月26日に竣工した。 本船は、帰船、須野崎丸として、大阪商船に運航を委任、対応され、10月1日に元船を引き渡した。当時は、まだ第一次世界大戦が終結しておらず、対外上の配慮として、他国領域での軍艦の行動が有料されたためである。大戦の終結した翌1919 19年9月20日に、特務船に復帰、本船は9月27日に、 大阪商船から引き渡しを受けた。1920年4月1日に特務官邸類別標準が制定され、本船は特務官に編入され運送官となった。本船の任務は、春工後の第1回目の輸送は、土崎から横須賀への重油輸送だったが、1809トン搭載で中止し、横須賀駅行、四時期に続いて、 ボルネオ島からの重油輸送の任に就いた。以降1937年まで一貫してアメリカやボルネオからの石油輸送であった。また1938年には中国方面にで活動する艦隊への給油活動を行っている。1940年4月1日に除籍配管第14号と合唱された。艦を回収し再終駅することが検討されたが、 予算の問題で断念され、1942年に解体された。日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴に基づく。階級は就任時のもの。ありがとうございます。